こんにちは、いそこ PH のお時間です。この番組はモデルビューティーアドバイザーの私いそこが経験の中から培った美容と健康法をお伝えしつつ、お迎えした多彩なゲストの皆様方とともに美しい年齢の重ね方をご提案していく番組です。それでは、今日のいそこのワンポイントアドバイスです。これからね、まあ、今までいろんなレッスンとかしてまして、結構靴を履くと靴ずれじゃなくて指の爪の方が痛いって言われる方が多くって、巻き爪かなっていうので、巻き爪でよく病院に行かれて、もう足ね、私も高校生の時ちっちゃい靴を履きすぎて巻き爪になって、爪をこうちょっとカットしたことがあるんですけれども、結構痛かったんですけれども、今ねいろいろ進化して巻き爪でこう靴がこうなると痛くなって、あ、痛い痛いって思われる方いませんか？親指でなくても人差し指とか痛い方、圧迫するとうっうっていう痛みがやってくるっていう方、実はね、爪の中、こうね、ここの巻いてるところと爪の皮膚との間のところにボールペンの点よりも細い点の魚の目ちゃんが何個もいてます。魚の目ってね、大きいのしかないと思いですけど、ちっちゃいね、本当に魚の目の子供みたいな、そういうのがここを取るといっぱい出てきます。で、それを自分でやるんじゃなくって専門家の人にしていただくと綺麗に取れるので、そうするとね、年配の方でも足が痛い痛いって言ってこう爪が痛いから負担して座られてる方、歩かれてる方、それを取るだけで普通に綺麗に歩けるんですね。結構日本では萩原先生という女性の先生が名医で、爪のケア、そのフットケアの名医で東京にいらっしゃるんですけど、まあ、そういうのを専門でされてるところにちょっと行かれて、足がすごくこう靴履くと痛いって言われる方はちょっと行って、足のメンテってすごいね、足って自分の体で歩くのに全体重がかかりますので、ぜひぜひね、一度そういうところで、見てもらってはいかがかなと思いますし、保湿もしっかりしておいてください。では CM をご覧ください。はい、皆さん始まりました、はい、いそこ PH のお時間です。はい、はいはい、今回も皆様お待ちかね、はい、いそこさん の、ね、美しくいる秘訣っていうのを ね、はい、ね、今日もどんどんお話ししていただきたいなという回になります。サ、はい、ポーターの安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、早速なんですけれども、はい、ね、今まではね、ご苦労されたことだったりね、はい、ご経験談を今までお話ししていただいたんですけれども、今回は日常に取り入れていただきたいことだったりのお話をちょっとお聞きしたいなと思っているんですけど、美容ね、まず保つね、保ち方っていうのはもういろいろ手段とかってご存知かと思うんですけど、手段を知ってても、その続けていくモチベーションを保ち続けるって難しいじゃないですか。そうね、簡単にお家でできることってお伝えするんですけど、やっぱり面倒くさいとか、子供さんが小さいとかいうことで、なかなか続かないっていう方がいらっしゃるんですけど、結構ね、同窓会の前とかね、あとなんかな、好きな歌手抽選で当たって、例えば嵐とかね、行くのって綺麗にしてなって言って、1ヶ月でなんとかっていう方多くないですか？多いですね。同窓会行くから綺麗にしな、あと入学式とか卒業式があるからちょっとなんか頑張らなって、いきなり今までこう何もしてない方が言われることが多いんですけど、いきなりやってもなかなかすぐには
長いこと休んでたのに、うん、いきなり綺麗になるんやったらみんな休みますよ ね、うん、で私もそんなに言われるほど何もしていません、うん、本当に本当に、はい、うん、もう簡単なことまずは食事ですよね。食事、はい、大事ですね、うん、私はちょっと、うん、ファッションショーとか撮影があるとき服着るのに、うん、はい、サイズをちょっとダウンさせたいなと思うときは、うん、炭水化物は抜かないです。炭水化物を抜かない。抜かない、はい、結構炭水化物ダイエットってされる方多いんですけど、うん、炭水化物抜くのずっと抜けたらいいですけど、うん、結局何日かして1週間2週間でやめて取られると、うん、今度リバウンドっていう怖いものが、はい、でもうこの年になってリバウンドして次痩せようと思ったら痩せれるんですけど痩せ方が悪くなる、痩せにくくなる、はい、で炭水化物って熱量を発散してくれるので、うん、パンとご飯やったらご飯の方がお腹持ちいいですよね、はい、そうですね、パンって何個食べてもお腹が空きますよね。結構すぐお腹空いちゃいますね、はい、でご飯って結構どっしりくるので、うん、私は炭水化物は抜かないです、うん、一番に抜いちゃいがちですよね、はい、うん、でもまあできたら朝とお昼に炭水化物を食べて、はい、夜はおかずだけにするとか。あ、なるほど、タイミングをちゃんと考えれば、はい、で皆さん主婦の方とか OL の方って、うん、朝昼晩って絶対食べないといけないと思ってませんか、うん、はい、思ってますね。私はお腹が空いたら食べるっていう風にしてるんですよ、うんうん、もう朝やから食べる、お昼やから食べる、夜やから食べるじゃなくって、うん、お腹が空かなかったら食べない。あー、もう12時になったからお昼食べなとかそういうのではないんです。で、はい、私あんまりランチも行く時間がないので、うん、本当に私も朝出たら、うん、夕方まで食べれない時があるんですけど、はい、そういう時はちょっとおにぎりとか家で握って持って行って、うん、でお塩をかけて、お塩もすごい大事なんですね、うん、皆さんお塩を食べ過ぎると、うん、血圧が上がるって言われますけど、やっぱかけてるから入れていただきたいんですね。で、ぬか床も結構食べますし、お肌にいいから、うん、食生活をまず気をつけるっていうことで、外食もしますけど、はい、食べ過ぎた次の日はあっさりと。で、私は小麦抜きダイエットっていうのをします。小麦抜きダイエット、はい、炭水化物は取って小麦を抜く。そうです、はい、痩せたい時は、うん、小麦を取らないことによってみるみる痩せてきます。多分2週間経てば。うーん、小麦っていろいろあるんですけど、例えば、まあ、パンとか、パンとか、はい、まあ、パスタとか、はい、お蕎麦、うどん、うんうんうん、あのあたりですね、うん、やめていただいてご飯は食べていただくっていう風にすると、はい、多分今まですごい取ってらっしゃるから変わるっていうのと、はいはい、私はもう20年ぐらい前から、うん、自分から進んで牛乳とか乳製品は取らないですね。乳製品も今は小学校でもあまり良くないって言われて飲んでないところが多いと思うんです。そうですね、ね、うん、なんでかって言ったら、うん、お牛さんに注射打ってるじゃないですか、はい、ホルモン注射、はい、あれが良くないって言われて、で大人のニキビとか出られる方は特に乳製品はやめられた方がいいと思うんですね、うん、だから、まあ、食事で気をつけてるもんっていうのは私、まあ、ワインとか飲むときにチーズをご褒美で外では食べるっていう感じで、はい、うん、お家ではまあ、乳製品はほとんど取らない。なるほどね。乳製品とそういうものだけ気をつけてます、うん、食事は。ね、うどんとかパスタとかでもやっぱり美味しいんですけど、はい、お腹すくの早いですしね、はい、そうなんです。で、私は大体納豆にネバネバ系を大体家で作るときは、うん、あとご飯にお味噌汁、うん、卵焼きにお魚を焼いて食べるみたいな、そういう感じに。あとね、お肉も美白効果がすごいあるので、お肉も週2回ぐらいは取って。お肉ね、繊維質もありますからね。そうなんです、お通じにもいいですね。鶏よりはお肉の方が今はいいってされてるので、うん、まあ、そういうのに食事は気をつけて取るようにしてます、うん、なるほどね、はい、お肉とかでもね、赤身をちょっとできるだけ温めるものを選ぶとかね。うん、なるほどね。それって絶対皆さんお家でも食べられるから、うん、それは変えれると思うんですね、はい、納豆は毎日一パック食べてます、うんうんうん、食べてますか？納豆はね、一パック毎日一時食べてたんですけどね、うん、最近はなかなか取れてないですね。あとね、お豆腐と、うん、あともずくとかを、はいはいはい、もうそういうね、ものを必ず一日一回お家で食べるときはいただくようにして、あとお水をたっぷり、お水をたっぷり3リットルは飲んでます。す
でもね3リットルって言っても、うん、あの皆さん体のね 60% が水でできてるんですよ、はい、だお肌がカサカサしてるとかいうのは、うん、やっぱお水で体ができてるのでお水嫌いっていう人は、うん、お水入れないから水槽って水変えなかったら汚くなりますよ ね、 そうですね体もあれやと思ってください。だからお水をしっかり飲むっていうこと、はい、でねコップ1杯のお水を1時間に1杯ずつ飲むと、うん、だいたい 1.5 リットルぐらいは1日飲んでると思います。あー、ね、いっぺんに飲もうと思うと辛いですね。そうなんですよ、だから、うん1回にコップ、うん、大きめのコップ1杯を1時間に1回飲むっていうことを心がけると、うん、結構1リットルは簡単に取れると思う。あとダイエットされてる方とかもね、はい、お食事される前にコップ1杯の水飲んだらちょっとお腹が満たされるのでね、満たされます。お食事量も減るっていうのもありますしね、うん、であの生野菜も昔はあのキャベツの千切りをいっぱい食べてからご飯って言いましたけど、結構ね生野菜をあまり食べすぎると、はい、私的にこの年齢になると体を冷やしていくっていうことがあるので、うん、できたら温野菜を先に食べてからいただくとか、うんうん、その後に揚げ物食べても大丈夫です。なるほどね、うん、体やっぱり冷えてしまうと燃焼もしないですからね、うん、余計にね、もかみやすくなったり。だから食事はそういうのを気をつけて、うん、甘いものもあまり食べないようにしてます、はい、はい、なるほどね、うん、でお食事でまず気をつけられて、はい、でまあ、お食事だけでもね、はい、なかなかね、あのそうですね、年齢とともにどうしても筋肉とか落ちていっちゃうと思うんですけど、あとは、まあ、あの適度な運動です、うん、はい、お風呂絶対入りますよね。お風呂入りますね、はいはい、湯船に入って、はい、足曲げて、こう今見えないんですけど、はい、曲げて体操座りして出す、うん、体操座りして出すって分かりますかね、はい、足がこう曲げてたらこういう風な動きをしたり、はいはいはい、あの湯船が狭くてもある程度伸ばせるので、はい、それやったら足膝が痛い方でも、うん、あのお湯の中に浸かると楽にできるので、うん、あと手で持ち上げてちょっとお尻こう上げてみるとかね。あー、なるほどね。湯船に浸かって半身をこうしながらできるっていうことってあると思うんですけど、うん、はい、湯船の中でお水を飲みながらそういうことをするとちょっと運動になって筋肉が、筋肉をやっぱり筋肉量が落ちてくると老化するって言われてるんで、やっぱお風呂もね入られない人多いのでシャワーだけ。そうですね、お風呂は絶対入ってます。うーん、お風呂のね時間なかなか時間がないのっていう方もお風呂の中でできることをやればね、そうお風呂の中でできることをしていただくと、うん、あのいいと思うので、うん、お風呂にちょっと今までやったら3分しか浸からなかったものを5分にしてみるとか、うん、そこから10分にしてみるだけで代謝が上がるので、うん、これから体中冷え切ってくるので、うん、やっぱり代謝を上げてあげないと食べ物も燃焼しないので、うん、お風呂にゆっくり入って、でお風呂から上がったらビールじゃなくて炭酸水を飲む炭酸水がいいんですか。いや、あのそういうなんかお風呂上がりでビールみたいなシュワシュワっとしたの飲みたい方多いじゃないですか、ね、そういう方はもう炭酸水、私も炭酸水を結構いただきますし、はい、あと私が家で心がけてるのは、うん、お家でお酒を飲まないっていうこと。お家でお酒を飲まない、それはなぜでしょう、はい、あの飲むとなんか、うん、あのいろんなあてを食べたくなるんですよね。ああですね、我慢がしきれなくなって、うんうん、相乗効果がすごくなって、はい、いつまでも何かつまんでるので、うん、なるべく私は外ではいただくようにして、うん、中では取らない、家では、ね、よくなんかビールとかね太るって言いますけど、はい、あれねビールで太るというよりもそのおつまみで太っちゃうんですよね。なんかねおつまみ食べずに、うん、お塩だけでいけたらいいんですけど、うん、ちょっとそれ無理ですよね。そうですよね。だからなるべく今まで1週間5日のお家で家飲みされてた方は3日にしてみるとか、うん、ちょっと減すと肝臓にもいいし、うん、あのそういうふうなことをちょっとだけ気をつけてます。なるほどね。じゃあ、まあ、水分を取る、はい、で燃焼を良くする、はい、あとねお炊事するときに、うん、あの片足上げてあのまな板の上で野菜切ったりしてます。あ、そのながらな感じですかね。ながら、うんうん、ながら、うん、それもできたらちょっとこう映るかな、こう立ってみて、うん、前をこう上げるっていうのは、はい、ここの筋肉がスクワットっていうのは、うん、結構こう上の筋肉を大きくするので、はい、できたらこの後ろのハムストリングっていう、うん、後ろのところの筋肉がほとんど落ちてる方が多いんです。そうです、ね、だから
これを直角にこう曲げるんですけど、はい、見えますかね。あ、ここまで上げたらちょっとあれですけど、はい、こう上げて3分ぐらい、はいはい、まな板も出たらできると思うんですけど、はい、3分ぐらい上げていただく、はい、でできたらこう膝を曲げた時にこう空いてる人がいてるんですよ。膝がちょっと私の膝が見えないんですけど、はい、膝を曲げた時に膝の前が空いてる人、うん、空いてる人とか、はい、こう離れてこうただ上げてるだけとかいうのは効果がないので、うん、膝と膝をちゃんとつけて後ろに90度上げていただくとハムストリングっていうのが鍛えられて、はい、大体の方が前の太ももの この前のところが張る歩き方をされてるので、うん、こっちばっかり歩いてるだけで鍛えられるんですけど、はい、このハムストリングっていうところの筋肉がほとんどない方が多いので、はい、やっぱりそれはねどこでもできるんで、はい、3分3分後ろに足を上げる。 その時必ず膝をひっつける、はい、そうひっつけるっていうの知らなかったです。それは2本目の DVD に出てるのでぜひね、はい、その DVD がこちらですね。そうです、こちらです。はい、はい、これが理想のスタイルになるイソコの B ボディープログラム。これねもう簡単にできて、うん、椅子でできる、職場でも、うん、どういうかな、お家でもこういう椅子があれば、はい、簡単に3分でくびれますって言っても毎日です。だからもうテレビ見てる時にちょっとやってみるとか、うん、いう簡単なもので、あとはそのハムストリングの、はい、鍛え方っていうのも簡単にできるので、はい、それもやってます。なるほどね、はい、じゃあそれを見ていただいて、はい、今お食事のことだったり ね、飲み物だったり、あとお風呂に入っていただいて、逃げない時にね、はい、体が燃えやすい体を作っておくことで、そうですね、急に同窓会前に焦らなくていい。そう、あとはね、ゴムの服を着ない。ゴムの服、ありがちですね。ゴムの服はもう絶対 NG、うん、はい、ゴムと、うん、あとダポダポの服でロングのスカートで、うん、はい、もうウエストがないの、はいはいはい、アッパッパみたいな感じかな。アッパッパみたいな、うん、はい、あれは着ない。着ない、寝るときは、うん、皆さん本当に締め付けず、うん、もう何もつけずにリラックスして寝ていただきたいんですけれども、うん、昼間はウエストちゃんとあるもの、うん、ウエストがキュッとキュッとされるもの。そうでね、体って見せると痩せるんですよ、はい、見せると痩せる、だから人に見せると痩せる。そう、はい、だから外に出るときに、うん、私ちょっと足がぽっちゃりしてるからって言ってズボンを履いたり、うん、隠してしまうと、うん、見えない部分がまた成長していくんだけど、うんうんうん、そういうときにミニスカート履いて、今やったらもうねブーツが履けるので、ブーツやったらこの部分しか見えないじゃないですか、うん、はい、そういうのでちょっと足を出してみるとかね、うん、だから絶対にゴムは私履かないです。ね、ゴムを履かないことと、あとは自分の気になるところを逆に見せる。そう、はい、でやっぱりもう見せて、うん、そしてもう見せてるとだん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 気使いますから、あと外で歩く時もぺたんこ履かない。あ、ペタ靴を履かない。ちょっとだけヒールのある靴を履くと、はい、足首ができますから。あー、なるほどね。ぺたんこ履いて、はい、もう体全部隠したら、うん、もうでもう食べに行って、うん、もう何ぼ食べてもお腹膨らまないような人っていてるじゃないですか、はいはい、ダボダボの、うん、で食べ放題に行っても、うん、食べ放題あんま行かないですけど、はい、よくホテルのバイキングがあっても、はい、1回お皿に入れたら、うん、もう次はそれで我慢するとか、はい、2回行ったらデザートは控えるとか、うん、ちょっと外でも工夫してみる、うん、でランチセット頼んでもご飯もちょっと残してみるとか、はい、ちょっとしたこと、ちょっとしたことね。もしくはもうその時に食べ過ぎたら翌日ちょっと控えるとかね、はい、私翌日はもう野菜を蒸したのを食べたりします、うんうん、あんまり食べないですね、はあ、でそれもやっぱり大事なのはその火を通したものの方が体が冷える。そうですよね、うん、ですね。なるほどなるほど。じゃあやっぱり美容をねずっと美しい状態でいようと思ったら、やっぱり日頃の、そうですね、うん、あとはだからもう写真も自分で撮っていただいて、うん、今の自分を鏡で見るのと写真とは全然違うので、うん、写真で今の自分っていうのを向き合ってください、うん、あとはやっぱ髪型も大事ですし、うん、髪もバサバサしなく、はい、髪もやっぱ顔だけ綺麗でも髪の毛が潤いがなかったらダメですから、うん、
トータルで、はい、でもね空いた時間でできるんですよ。私も主婦してますし、うん、仕事も行ってるのであまりないんですけれども、できる時にカバンにハンドクリーム入れてて塗ったり、うん、いろいろしています。はい、なるほどね。じゃあ、やっぱり見せた方がいいですし、はい、逆に自分でもチェックする方がいいということで、ですね、鏡を見る回数増やすだとか、自分を写真撮る回数増やすだとか、ね、自分の体知らないと、ね、どこがどうって分かんないですよね。皆さんお風呂入るときに全身鏡で裸を見てるかどうかですよね。あ、なかなか瞑想向けますね、私私絶対見ます。あ、そうなんですね。うん、結構もうやっぱり体もじゃあどこがどうって今ちょっとここ気をつけないといけない。いや、もういっぱいあるんですけどね、知り尽くしていっぱいあるんですけど、うん、見ないと、うん、体重ばっかり皆さんねコミットされて、うん、は1キロ増えたって言うけど、うん、実際どの部分を落としていかないといけないっていうのは鏡を見ての自分の体でしょ。はいはいはい、やっぱりすごい極度なダイエットされる方で、うん、やっぱもう50過ぎるとね、うん、顔だけこけて大変なことになって、うん、こっから下は落ちてないんですよね。そしたらみんなに体調悪いって、うん、この間もすごいもうほとんど食べないダイエットされて、なんか1週間後にお会いしたら、はい、顔だけげっそりしてて、もう50過ぎてね無理なダイエットすると顔落ちるんですけど、うん、戻らないです。今度食べるとここばっかりお腹周りばっかりつくので、うん、ややこしいつき方しますよね。だから体重は気にしない、そういう方に限って皆さんね、内臓脂肪とかがどれぐらいあるかとか、うん、全然知らない方が多くて、体脂肪とか、うんうん、ガリガリでも体脂肪が多い方もいらっしゃるし、はい、ぽっちゃりされててもじゃあ相撲取りの人が体脂肪が50あるかってそうじゃないでしょ。うん、筋肉ついたらしゃる、ね、ついてるから筋肉ついた上だから、うん、だから見た目じゃないし、うん、で見た目綺麗やったら別に60キロ、うん、70キロあってもスリンダーに見えた方がいいでしょ。そうですね、体重言って歩かないですからね。そうなんですよ、結構ね、うん、服のサイズで私9号しか着ないでも誰もタグを見せて歩くわけじゃないから、はい、9号とかにこだわらずに、私も背が大きいですし、9号やったら袖の丈が足りなかったりするから大きいのを直してきたりしてるんですけど、うん、そのあんまりサイズだけにこだわらず、うん、見た目っていうことで、うん、やっぱ若々しく綺麗でいつまでもっていうことで、うん、やっぱり立ち姿勢も若いのにこんな猫背やったら綺麗に見えないし、はい、結構猫背の人も自分で分かってない方多いので、うん、そうですね、ぜひお写真を撮って、うん、猫背で悩んでる方、お客で悩んでる方もまたねレッスンに来ていただけたらと思いますしね、その、レッスンがね、はい、お家でもウォーキングのレッスンに見れるということで、はい、できます。こちらの、はいはい、DVD もね、はいはい、こちら両方ね、先ほどご紹介した DVD もこちらの DVD も、はい、Amazon で、はい、ここにいただけます、はい、できますので、はい、ぜひぜひ ねで、その歩き方を気をつけたら自然にね、その筋肉のつき方もまんべんなくね、はい、綺麗につくので、またビボディが、ビボディが皆さんと共に一緒に ね私も頑張って60でも綺麗を保ちたいと思いますので、はいはい、うん、ぜひぜひね、ぜひぜひこれをご覧いただいて、はい、でもうご覧いただくだけよりね、やっぱり手取り足取りね、教わっていただけるセミナーの方にも、はい、ね、レッスンの方にも、ぜひぜひ、はい、こちらにまた詳細が出てますので、はい、ぜひぜひご参加ください。はい、ということで、はい、エンディングの前に、はい、一度 CM の方をご覧ください。どうぞ。というわけで、はい、ね、まあ、お体の方はそうやって日常のね、そうですね、うん、行いでどんどんね、はい、美ボディを作っていただいて、そう、うん、で、まあ、DVD 見ていただいてもよろしいですし、うん、私もそのレッスンを、ウォーキングレッスンっていうのをしてますので、うん、よかったらまたね、11月も2回しておりますので、うん、ぜひぜひお越しください。はい、詳細はこちらの方なんですけれども、詳しくはね、Facebook と、そうですね、うん、あとホームページとブログ、うん、にもね、載せてますので、その都度その都度ね、はい、情報が発信されていますので、はい、そちらの方をご覧になっていただいて、詳細の方は、はい、はい、お調べいただきたいと思います。はい、あとはね、自己開催というか、
こちらの方で開催したいので、お越しいただけませんかっていうのね。そうですそうです、ぜひぜひマンツーマンもやってますし、はい、あとは定期的に開運メイクっていうのもやってまして、やっぱり綺麗にファンデーションの塗り方とか、はい、眉毛の描き方で眉毛一つでもう本当にメイクしなくても、もう顔の層が変わるっていうね、開運メイクももう大好評で毎回しておりますので、はい、またその詳細もお分かり次第、はい、アップさせていただきますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、開運メイクの方もね、お肌がボロボロになってて、はい、メイクしてもね、ノリも悪いので、そうなの、はい、もうお肌をね、保つためにもこちらの、はいはい、ひんやり美顔マスクも、ひんやり美顔マスクもご利用いただけたらなと、ね、使い捨てじゃないので、はい、何回も何回もね、はいはい、使っていただけるので、はい、一旦濡らしていただいて、お湯の、ね、お湯で濡らして絞って、うん、パーンパーンパーンってこうか、なんか腹立つってストレス解消も我が家の秘訣なので、はいはい、で置いていただくと冷たくなるので、はい、私はね、それお風呂に入るときに、半身浴のときに、なんか別に普通のクリームをたっぷり塗って、はい、それを貼って汗を出して発汗して毛穴にクリームを入れるっていうのもしてますし、あ、じゃあさっきのね、お風呂長いこと使っていただくのがいいって言った時に、もうそれつけてください、ね、はい、はい、いいですよ。じゃあお肌も綺麗になるし、ストレスも発散できるし、そうそうそう、一石二鳥で一石二鳥で、はい、お風呂でさらに三鳥で、そうで、はい、はい、ぜひぜひこちらの方も、こちらの方もアマゾンで購入でいただけますので、はい、はい、ぜひぜひ、でもね、お安いと思います。ね、何回も使えて、はい、使えて、499円税別。税別まあワンコインのちょっとで買えるので、うん、本当に価値がある、はい、価値がある。もう今2万5000冊売れてるので、ね、増刷もね、はい、もうぜひぜひ皆さんに使っていただきたいなと思います、ね。はい、ぜひぜひね、もうでお肌をいい状態に整えてから、そのね、開運メイクの方に。ぜひぜひ来ていただけたらと思いますし、うん、まあね、皆さんでハッピーハッピーで、うん、もう明日というかもう来月もうこれがあるからやらなじゃなくて、毎日の積み重ねで何か一つでもご参考になればと思います。うん、はい、はい、本当にね、はい、歩き方とかも自分でわからないこととか、直接磯子さんの方にお問い合わせいただきましたら、はい、思います。はい、本日もお届けいたしました磯子BH、お楽しみいただけましたでしょうか。美と健康についてのご質問、番組へのお問い合わせは Facebook ページ磯子BH にお問い合わせください。この番組があなたにとってビューティーエッセンスになることを願って、来週もぜひご覧くださいね。ではまた来週お会いしましょう。